アイテム番号 SCP-48JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル、セクター8126の耐粘素材でコーティングし、遠隔操作可能な鍵とドアスコープのついた鋼鉄製のドアを備えた生物収容室に収容してください。収容室と一般通路の間には短い通路を挟み、一般通路側から収容室側に向けて最低1000ルーメンの明るさを持つ LED サーチライトを配置してください。実験を予定していない場合、 SCP-48JP が SCP-48JP1 に変化した場合、餌用ウサギを 40kg 投与してください。食事の結果、産卵された卵は実験の継続が可能な数を残し処分してください。SCP-48JP は自然界に多数存在すると思われ、現在機動部隊を02、円の空が、やけど及び出火を伴う異常死事件を常に追跡し続けてください。SCP-48JP の直接管理、及び実験にあたる職員は通常以下の条件に触れないものでなくてはなりません。過去現在を問わず年少の姉妹が存在する。同様に幼少の頃から交際のある年少の女性が存在する。同様に恋愛状態にある年少の女性が存在する。説明。SCP-48JP は夜行性で体に走る脈のような模様を除けばクワガタのメスに似た。体長5センチメートルのカブトムシの分体です。通常状態において彼らは発光を抑え、それぞれ独自に行動をしていますが、1ヶ月から3ヶ月に一度、彼らは繁殖のために栄養を必要とします。この時雌雄に関わりなく彼らの全身が赤く発光し、表面温度は850度程度になります。この状態に入ると SCP-48JP は、より体力のある10体前後の個体群が核として50匹以上の一つのグループとして行動し始めます。この状態を SCP-48JP1 と呼称します。自然界においてはこの発光に惹かれた他の昆虫を捕食し、繁殖を行います。もし、哺乳類など自分より著しく大きな生物と遭遇した場合、異常な行動を SCP-48JP1 は起こします。SCP-48JP1 は強く羽を動かし非常に高い音を発生させます。同時に群体の形は対象となった生物の大まかな模倣となり、発光に一定のリズムが現れます。この音と光に直接暴露した生物は、一時朦朧とした後、催眠状態に陥り SCP-48JP1 とコミュニケーションを取ろうと試みます。彼らが SCP-48JP1 に近づくと SCP-48JP1 は一斉に襲いかかり彼らを捕食します。この際、被害に遭った生物は抵抗を示しません。この催眠効果は単一の生物に対してのみ効果があるようで、同時に複数の生物を相手にする状況に陥った場合、SCP-48JP1 は単純に逃亡します。稀にこの現象が人間の生活圏付近で発生する場合があります。SCP-48JP は街路灯や人家の光に近づきます。これはおそらく同種の存在と誤認して安全な場所と判断しているのではないかと予測されます。この際あまりにも強い光には近づきません。これは彼らの中での縄張りの感覚に基づくものだと思われます。人里に侵入した SCP-48JP1 は、玄関灯のついた民家に近づくとおおよそ 1.4 メートルの人型になり民家の玄関の前に移動します。そして他のより大きな生物に対する時と同様に明滅し、羽音を響かせます。この際、対象となった住人は彼らの存在を感知します。対象が玄関まで移動すると対象の妹の声を聞きます。この声は実際の声と比べていささか不明瞭に感じるようです。対象がドアを開けると他の動物と同じく朦朧とした催眠状態に陥り、SCP-48JP1 を自らの妹だと認識します。この妹は実際の妹に限らず自らと極めて親しい立場にある年少の女性の姿を取り、相手の庇護欲を刺激します。こうして油断し、
接近した対象は SCP-48JP-1 に捕食され、いくらかの過傷を負いながら死亡します。幸いにもドアスコープ越しに SCP-48JP-1 を視認した場合、催眠状態が完全にはならず、そこには赤く光る胃がんだ、妹、を目撃することになります。何らかの理由でドアを開けなかった場合、SCP-48JP-1 は多くの場合夜明けまでドアの前に立ち、対象との面会を希望し続けます。あたりが明るくなるまでに捕食を行えなかった SCP-48JP-1 の多くは餓死し、死骸は自らの熱で燃え尽きます。以下は収容されている SCP-48JP による実験記録になります。実験記録 48JP-01 日付対象 B-048JP-01 32歳の成人男性未婚妹あり実施方法収容室に被験者を配置するまたドアの鍵を開け錠した状態にしドアスコープを塞いでおく結果SCP-48JP は即座に SCP-48JP-1 に変化。ドアの前に移動した。被験者は非常に動揺した様子でドアに近づきドアを開けて確認したところ SCP-48JP の群れにたかられ表面から捕食された。その際一切の抵抗はなく終始困惑の様子を示し、おそらくかの妹である人物の名前を呼び続けていた。死体は、程よく焼き上がった状態。の部分を内臓を中心に捕食されていた。SCP-48JP は照明によって部屋に押し戻した。メモ、かわいそうに。実験記録 48JP-04 日付。対象 B-048JP-04 24歳の成人女性、妹なし。彼女は同性愛者である。実施方法、収容室を施錠。ドアスコープは使用不能のまま。結果、SCP-48JP-1 は小柄な人間のような形に変形した。被験者は通路に入るなり壁の向こうに自分の恋人がいることを主張。我々が被験者に対して圧迫をかけるために恋人を拉致したものと思いドアを開け救出しようと試みた。ドアは施錠されているため開くことはなく彼女は狂乱の域に達するほどに扉を叩き続けたため警備員によって鎮静された。分析。男性だけに効果のある催眠ではないのだな。羽音だけでここまでの効果があるのはいくらか恐ろしい。まあ怒り狂った女性とどっちがと言われると困るが。実験記録 48JP-19 日付。対象、B-048JP-05、3歳の柴犬。実施方法、前回と同様の条件で被験体を配置。結果、SCP-48JP-1 は犬のような形に姿を変えた。被験体はしばし朦朧とした後に発情期に入ったようであり、盛んにドアに近づき切なげな声を上げた。ドアを開ける能力がないため実験は終了。分析。今のところ全員違う反応を示している。知性があるようには見えないが最も効果的な対象に変化しているのかもしれない。この犬にはかわいそうなことをした。実験記録 48JP-08 日付。対象 B-048JP-08 54歳の男性未婚彼は事故で妹を失っている。実施方法、収容室を施錠。ドアスコープを使用可能にする。結果、SCP-48JP-1 は多くの欠損がある人型に姿を変えた。他の被験者同様彼は SCP-48JP の存在を感知し混乱の様子で辺りを見渡した。何度か妹の名を叫び非常に恐怖しているようにも見えた。扉の向こうを確認するためドアスコープを覗き込むと彼は泣き叫び、私が悪かった。あの時は仕方がなかった。などとわめき精神の均衡を著しく書き始めたため実験は終了。分析。彼の過去に何があったかは知らないが、推察するにこいつは人の罪悪感まで利用するのかもしれない。
もしくは彼の中の妹が事故当時のイメージであったか。いずれにしろ嫌な気分だ。実験記録 48JP EX 日付対象28歳の男性未婚妹なし。実施方法収容室を施錠ドアスコープを使用可能にする。注意、この実験は通常の実験ではなく、財団職員である被験者が本来の被験者を案内する際に間違えて入ってしまった時のものです。安全な状況であったために実験は通常通り行われました。結果、SCP-48JP1 は小柄でやや奇抜な頭部。観測者によると虫の触覚のような髪型をしていたように見えたそうです。押した人型になりました。SCP-48JP の性質を知る被験者は異常なまでに動揺し、ドアスコープを覗き込んだ後一目散に退出しました。ほい、被験者への身辺調査によると彼は未婚であり妹もおらず現在恋愛関係にある女性もいないようです。また強い人見知りで普段女性との接点もあまりありません。他の同僚らに彼について尋ねたところ、アニメや漫画が好きな比較的おとなしい青年、という以上の印象はありませんでした。彼に対してなぜ SCP-48 があの形態に変化したのかを知るために本人に直接質問をしたのですが、職員の個人情報機密を盾に一切の発言を拒否しています。SCP-48JP の特殊な行動からこの件は是非解明されなければならないと感じたため、この職員に対するより強力な調査の申請を検討しています。